はい、こんにちは、ユーピンボックスのサバです。今日はめちゃめちゃいいジャズベースが入ったので、それを紹介しようと思います。めちゃめちゃいいです。はい、じゃあこちらがですね、何かっていうと、見えますかね、 JW ブラックっていうところのジャズベースですね。彼はレリックがすごく上手で、いろんなメーカーのねレリックのところを任されたりしてたんですけど、ついに、自身のブランドをスタートしたっていうのがこの JW ブラックですね。もともとはフェンダーのカスタムショップでマスタービルダーとして働いてたんですけど、それをやめて、こんなん作ってますよっていうやつですね。サウンドとしては、かなりフェンダーライクなものではあるんですけど、この個体に関して言うと、もっと重心が低くてズーンと、アンサンブルを支えるような、すごくねパワフルでいい音がするんですよ。見てもらいたいのがこのレリックの具合とか、あとウェザーチェックなんですよね。なんかわかりますかね、この裏にこうワッサーって入ってる、これいわゆるウェザーチェックって言って、ラッカー塗装にバリバリと入ってくあれですね。トップにもあれが入ってます。あれですね。音に影響するかしないかは置いといて、かっこいいんですよね。早速音聞いてみようと思います。頑張って弾くんで聞いてください。いかがでした？今回これだけだと分かりづらいかなっていうことで、フェンダーのカスタムショップのジャズベース、これを、サンプルでもう一本並べて撮ってみました。はい、比べるともっと分かりやすいかなと思うんですけど、こっちの方が少しローが詰まってて、上の抜け方も派手というか綺麗に出てきますね。なんでこのちょっとタイトで安定した感じっていうのは、フェンダーよりももうちょっと整ったニュアンスを受けますね。JW ブラックが、日本に入ってきた時初めてこれ弾いて、もう半端ねえなと思って、すっごい良かったんですよ。僕もずっと5弦ベース弾いてて、タイトな音とかすごい好きで、でこの音の5弦ベースが欲しいと思って、 JW ブラックの本人にメールしてみたんですよ。5弦ベース作ってほしいんですけど、そういうのやってないですかって聞いたら、帰ってきたんですけど、僕はフェンダーのコピーしかしないからね、そういうのやってないのよっていう返事で、作ってもらえなかったんですけど、なので今も5弦絶対作ってないですよね。4弦ベースにこだわって、トラッドなフェンダーのスタイルを、今は頑張って作ってるっていうのが JW ブラックですね。はい、JW ブラック彼の人柄もねすごく良いですし、そんななんかこうあったかい人柄が出てるようなベースですよね。本当に最高峰のジャズベースの一本だと僕は思います。で今ギークインボックスのお店の方にこれも置いてるので、ぜひ遊びに来てください。以上です。どうもありがとうございました。ギークインボックスの坂でした。 Twitter、 インスタ、 Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。